セパタクロは、東南アジア各地で9世紀頃から行われている、球技をもとにした近代スポーツ。セパは、マレー語で、蹴る、タクローはタイ語で、統制のボールを意味する。東急とも言う。1965年にアジアセパタクロー連盟が、設立されて統一ルールを制定。ボールを手ではなく足や頭で扱う点では、サッカーや蹴鞠を連想させるが、テニスや、 バレーボールなどと同様、境界にネットを置いたコートを使用することから、足のバレーボールとも呼ばれる。メディアを再生するセパタクローの様子統制の、ボールボールは、プラスチック製のカゴ状。サイズは、男子用は、重さ170から180グラム、直径13.5センチメートル。女子用は、重さ150から160グラム、直径14.0センチメートル。 以下に、最も一般的なレグイベントのルールを記す。基本的にプレイヤーはネットに向かって、逆三角形に位置する。右側がアタッカー、左側がトサー、中央がサーバーと呼ばれ、この3人1組をレグと総称する。コートコートは縦13.4メートル、横6.1メートル。中央両側に高さ155センチメートルのポストを縦。 竹7 6トルのネットを張る。ネット中央の高さは1 5 2 4トル女子の場合は1 0トル低い。コートには、センターサークル、サーバーが軸足を入れるサービスサークル、アタッカーとトサーがサーブ時に入るクーターサークルが描かれる。ルールは、バレーボールに似ているが、大きく異なるのは次の3点。腕、手を使ってはいけない。 一人で続けて三回までボールにタッチしてよい。守備位置のローテーションはない。ゲームは、クォーターサークルにいる選手が、センターサークルにいる選手にボールを落とすし、その球を蹴って、相手のコートに入れることから始まる。ボールが、自分のコートに来たら三回以内のリフトでボールを、相手コートに返す。攻撃側がフォルトした時は、サーブ権が相手に移り、 防御側がフォルトした時は相手の得点となる。主なフォルトは次の通り。ラインクロスした時、オーバーネットしてボールをタッチした時、連続して4回以上ボールにタッチした時、ボールが手や腕に触れた時、体やユニフォームがネットに触れた時、次の時に得点1点が与えられる。 サーブしたボールを相手レグが取れなかった時アタックしたボールを相手レグが取れなかった時相手レグがフォルトした時1セット21点のラリーポイント制で2セット選手したレグが勝ちとなる。両レグが1セットずつを取った場合3セット目が行われ15点を選手したレグが勝ちとなる。ありがとうございます。